吉田地区で和菓子といえばここ鶴屋吉祥。創業43年の和菓子屋さんだわん。材料にこだわった手作りの和菓子が自慢。このお店の一押しといえば、こんにちは、鶴屋吉祥自慢の和菓子に横取り饅頭があります。さてここで問題。横取り饅頭の中にはこしあんの他にあるものが一つ入っています。それはさつまいもである。5 4 3 2 1、正解をお願いします。正解はバツ。実は中には栗が入っています。みんなお店で待ってるよ。